い、ありがとうございました。皆様、お疲れ様でした。もともとこれから10分間の休憩でけれども、でも時間をかけて本当に申し訳ございません。続けて教育訓練に入ります。主催は仕事で日本から帰ったばかりの蔡慶健さんにお願いいたします。皆さん、拍手で。はい、それでは大変お待たせいたしました。それでは次のタイムワークショップについて、最近の日本事情について説明したいと思います。本日、3名の方々にお越しいただきまして、パネリスト主婦として後ほど発表していただきたいと思います。それでは本日の内容を始めさせていただきます。こちらは本日の内容についてですが、時間ファシリテーターは私が担当いたしますので、よろしくお願いいたします。皆さんのお手元にあるちょっと紹介文も渡されていると思いますが、私は10代の頃日本での留学を経験して、その後何とか旅行でも日本を訪れていますが、最近の日本の変化には目を見張ることがあります。例えば昨年本社の転勤で1年日本滞在にしました。で、昨年1年日本の輝きクラブや横浜ニハオにも参加し、大変お世話になりました、日本の方々に。そしてそこでいろいろと気がついたところがあります。本当は次のページでちょっと日本を1992年の日本というか東京を見せたかったんですけど、すみません、ちょっとインターネットでちょっと事情があってお見せ
写真だけを見て、あ、1992年何があったのかなとか、その頃もし皆さんが日本にいらっしゃった時とか、ちょっと思い出しながらこの話を聞いていただければ幸いと思います。はい、でそこでは次の方をちょっと見ていただきたいんですけど、20年前と現在2016年、ちょっと皆さん見ていただけますか。まず左側から、それは何でしょう。一目でわかるんですよね。何でしょう、千葉さん。左側、あ、地図地図、そう、路線図です。路線図答えてほしかったです。そう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 、東京ですね。はい、そして右側、今でもまだ残っている電話ボックスですね。そして昔見た芸能人とか左の下になるんですけど、なんか年取りましたねって最近テレビを見たら改めて年取りましたねっていうことを、私も年取りましたねって。で電話ボックスとか見ると昭和の残りって感じしませんか。で今頭ちょっとうなずいてる人とか、やっぱりちょっと年取りましたね。はい、でそしてテレホンカードとか右の下に何でしょう、田中さん。たまごっち、惜しい、なんて答えたんですか。いや、惜しいっていうのは、あ、ちょっと知らないですねって言って欲しかったです。田中さんもね、今回のゲストの中で一番お若いですよね。本当、そうです。はい、なので知りませんって言って欲しかったです。で、本日は日本からゲストを参加される皆様に、先ほども申し上げましたようにパネリストを迎えて最近の日本事情などをお話をします。またできるだけインターネットとか見れることはできなかったので、後ほど多分そのお時間、皆さんからの質問などもお受けする時間を設けて、 できるだけ参加型の時間を持ちたいと思います。そして台湾人から見た日本、日本人が感じる日本の変化などを日本の皆様にちょっとお話をしていただきたいと考えております。でもちろん日本の方がお話をされるので、日本語の変化なども興味深い内容で、例えば人、自然、ビジネス経験など多岐にわたってお話を展開したいと思っております。はい、そして昔があったからこそ今がある。しかし今を生きること、生きて いる上では、今を生きることも大切ではないでしょうか。本日のお時間によってお互いの文化を理解して、私いつも愚痴にしてますけど、ウィンウィンの局面を創出しましょうっていうのが本日のコンセプトです。それではまず、はい、はい、真ん中の方ですね、千葉さん、はい、森の都クラブから置いていただきました。で趣味は観光とか温泉ですね、きっといろんな皆さん興味深いの内容が出てくると思いますので、それでは最近の日本について何かお話をお願いいたします。はい、そうですね、最近の日本、僕が感じる最近の日本の変化っていうんですが、まあ、仕事実は観光屋さん、旅行屋さんなんで、何が変わってきたか、外国人の観光客が非常に多く、もう、ね、本当多いです。もう観光地行くとですね、もう外国人がたくさん多い。特に多いのは北海道とかね、台湾の方は結構北海道好きですよね。飛行機もですね、もう台北から直接仙台とか各だとか地方航空港へ乗れる数が多くなってますね、来る方も多くなってますんでね。今まではどうしてもうち東京田舎の方だと外国人見ると、見たことないから外国人見ると振り返るんです、あ、外国人だって、そういう田舎だったんですが、今はもう普通に来てますんでね、もうそれはなくなった、それだけ外国人が来るようになったのかなと思っております。ありがとうございます。皆さん、その日本の観光とか先ほど
教えていただきましたね。観光の業界のお勤めですね。皆さん何かご質問とかありましたら手を挙げていただけませんでしょうか。何かを聞きたいなとか、これから日本に渡る人とかですね。あ、はい、お願いします。台湾人お願いします。台湾人は食べ物が大好きです。あの森の都で名物は何ですか。はい、今日はお餅ですか、はい本当、森の都の名物って何でしょうと今質問出たんですけど、どうか知ってますかね、牛タンとか。あ、牛タン、牛タン、まあ、有名なのは牛タンで、あの仙台って食べ物をたくさん取れるところなんですよ。あのご飯、米もそうですけど、あと海近いんで気仙沼とか港があるんで、カツオの、あのカツオのね、水揚げとか、あのお寿司なんかも有名なんでね、来たら絶対美味しいものでは満足いただけるかなって、まあ東北の宣伝してるみたいなんですけども一番なんかあの東北が外国人が来ないところだっていうと言われてますのでね、ぜひいらしていただければ、あのここに私東北のパンフレット持ってきたなと思ってたんで、あのプレゼント、さすが、食べ物は持ってくれませんが、これパンフレットは持って帰ってもらったらいいと思いますってお願いいたします。はい、ありがとうございました。食べ物ですね、牛タンとかやっぱり私も大好きです。その話題はきっとみんな興味あると思います。はい、それでは次は何でしょうか。次は馬車道横浜2派、千葉のゼントラル、そして市川のスマイル、4つも所属されていてすごい方ですね。しかも今日で一番若い方ですね。で、ちょっと趣味のところ見てください。私は最初間違えたのかなと思ったんですけど、台湾のドラマですよ。そして台湾の音楽、どれだけ台湾のことが知り尽くしてるのかなって非常に興味津々で伺いました。やっぱりいろいろと知っているそうです。皆さん聞いてみてください。それでは田中さんどうぞ。次だから5秒ぐらい。そうです、マイクのテスト中です。皆さんこんばんは。私は千葉県の印西市出身の田中梨沙と申します。千葉さんは千葉、あの僕の名字が千葉なんですけど私は千葉県生まれの千葉県育ちです。で、私のちょっとバックグラウンドといいますか、お話をさせていただくと、あの成田空港の近くなのものでして、小さい頃から外国人が街にあふれてるような環境で育ちましたので、英語や中国語、その他の外国語がしょっちゅう聞こえてくるようなところで学校生活とかを送ったので、外国人に対して あの怖さとかそういうのがないので、割と違う国の言葉が聞こえてきたらそっちに寄ってっちゃうような、そんなような子供でそのまま成長しました。なので結構外国語が本当大好きで、最初やっぱ英語にハマるんですよね。でみんなちょっと日本も割とアメリカナイズされてるので、みんなアメリカに行こうみたいなことで、最初の頃は10代ぐらいだと皆さんアメリカとかイギリスとかに行って英語を学ぶんですけど、私ですね、韓国が16歳ぐらいの時すっごい好きになりまして、あのまだ今は韓流ブームが一回去っちゃったんですけど、すごい日本でも韓国のドラマとか音楽とかがすごい人気だったんですが、私が好きになったのはちょうど2001年で、日韓ワールドカップの前の年で、あんまり皆さん注目されてない時に韓国にハマりまして、韓国の男の人がすごいかっこよかったので、ただそれだけでずっと韓国の音楽を聴くようになってたんですけど、それがですね2010年ぐらいで飽きまして、正解です。台湾のフェイルンハイにちょっとハマりまして、フェイルンハイ、フェルンハイ聞いたときに、あれなんかこんなイケメンいたんじゃんと思ってで、あの浮気をしたまま本気になりまして、そのままずっとそれから台湾のデスクになりました。で、もともと台湾との出会いというのは、私が小学生の時にクラスメートのお母さんが台湾の方で、それで林さんって方がいらっしゃったんで
林さんだってことを後から知って、あこの人台湾人のお母さんなんだっていう、ただ最初はそんな感じだったんですけど、彼女が中学を卒業して台湾の高校に行くっていう時からちょっと台湾に興味を持ち始めまして、それから中国語とかもやってみたいと思ったんですけど、漢字は覚えられるけど喋れないっていう、そんなよう な, なんかちょっと今でも矛盾を抱えてるんですけど、その中でドラマとかを見たり音楽を聴いたりして、あの日本人の方はあんまり知らないと思うんですけど、台湾の芸能界って日本人結構活躍してまして、例えば知ってるか分かんないんですけど、佐藤舞さんだったりとか、ダーズエヴァの千田愛沙さんだったりとか、あと田中千恵さんだったりとか、結構日本の女優さんとかが活躍してまして、まあ、台湾の芸能界を知っていくうちに日本人のそういう女優さんをどんどん応援するようになって、自分もそういう人になりたいなってちょっと最近思って、なります中国語を始めてみたんですけど、全く友達しないんです。誰かいい先生紹介してください、ね、皆さん紹介してください。ここ電話番号書いてますのではい、ちょっと黄色い肌がすいません、やっぱ出られましたので、はい、それではありがとうございました。はい、それでは3つ目ですね。はい、斉藤さんですね。横浜ニーハー、赤羽にバイリング、そしてヨシクラブですね。で、経験の約束からと言ってみると、ちょっと13年から14年の会長、そしてディレクターまでいましたね。で、趣味はなんとカメラ、なんか表企業にいらっしゃるそうです。皆さん恋人募集中です今度は今度、あの来年の春季大会でもウクレレをやってください。はい、はい、それではあの今ご紹介にあったようにビジネスの代表として本日ちょっとお迎えしました。なのでそれでは多分日本に渡っていろんな話されると思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はビジネスの話をしてほしいと言われたので、何の話がいいかなって考えたんですけれども、労働時間、働く時間について少し話したいなと思います。私が子供の頃、私の父は1週間に6日間週休6日で働いていました。で、あの私の父はあのかなりメーカーで働いていたんですけれども、朝の8時から夜は残業して遅くまで出社して、あの仕事をしていました。私が会社に就職する頃には日本も国際的になって、たくさん海外の会社が入ってくるようになったので、労働時間はもっとあの国際基準になりました。今日本にも例えば台湾の会社もありますよね。あの、エイサステックとかあのジャイアントの支店とかも日本にもありますし、そこで労働時間が、私が入社する頃には労働時間は週に5日、週休2日制になりました。それでもまだ日本では労働時間が長くて、例えば先日ある広告代理店の有名な広告代理店の社員が、あの新入社員で入った時にたくさん労働時間が長すぎて自殺してしまったということもあったので、日本ではさらに労働時間を短くしよう、あるいは労働時間を柔軟にしようという話が進んでいます。例えば日本の企業、日本にある楽天とかヤフーという会社ではさらに週に3日休みをつけようということで、週休3日、4日働いて3日休むという社員も、あのそういう仕事の仕方も選べるようになったそうです。あのすごい羨ましいなと思って、私3日あれば何回台湾に来れるかなと思ったんですけれどもそういう形で労働時間どんどんあの日本では縮まっていますけれども、台湾の方はどうなのかなというのは私興味があります。ありがとうございます。どうもありがとうございました。お時間もまだありますよね。まだ10分ぐらいありますか。まだ5分ぐらい、まだありますね。はい、それではあのビジネスでもいいし、先ほど芸能界とかあの若い人 の, その興味あるお話でもいいし、何かご質問とかあったらぜひお願いいたします。高野ちゃん何か質問しませんか。いないですね。
電話番号ああそれでね後で教えておきます個人的にどうぞお父さんありがとうあ、B さんありがとうございます代表ですね、ありがとうございます代表とですね先輩、いろいろ質問を集めましたねありがとうございますあ、ちょっと声が声、声田中さんにお聞きしたいことがあります台湾の音楽が好きでありがとうございますそして台湾の仕事の内容より南の方あのビーチの近くで仕事したいなと思いますあの海でしたら台中の港とかあるんですよそうですね台中例えばあの台北で仕事しても今新幹線あの、はい、ガオティエに乗れば、ね、台湾はすぐにあの南にも台中にも来れますのでそういう意味では、まあ、仕事はあの何でもいいんですけれども、はい、週休3日夏休みは2週間ぐらいあるとありがたいなと思います。さあ3日南、3日台中、1日仕事は台北、いいですね、はい、最高ですね、最高ですはい、それではあの Q&A の時間が過ぎまして、あの本日本当はご紹介したかったのは今みたいなやり方ですね。で皆さんがお仕事とかされている方とか、あの会計を成功に導くためにどうすればいいかとか、あのそういったような内容を日本の方々とあのちょっと相談させていただきながら、どういう内容がいいのかについてですね、そしてあの日本のゲストの皆さんを紹介することも含めてちょっと本日のお話しすることになりました。こういったような内容ちょっとこれからあの参考資料をちょっと配りますので、ぜひもしご参考いただけたらなと思いました。それでは本日のワークショップ以上になります。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは司会者に司会の運営をよろしくお願いいたします。皆様本当に大変お疲れ様でした。それではあのちょっとあの一つコメントをお願いしたいですけど、あの今日の審査委員長の小堀さんをお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。そしてコンテストの出場者の15名の皆様、本当に素晴らしいスピーチをありがとうございました。本当にびっくりしました。皆さん日本語でよく知ってて、オレオレ詐欺とか壁ドンとか逆ナンバとか台湾で聞くとは思いませんでした。コンテストは非常にトーストマスターズの中では非常に意味のあることです。で、一つだけ今日メッセージとして皆さんに残したいのは No loser in the contest、 コンテストに敗者はいないという言葉があります。順番はつけますよね、1位、2位、3位と。ですけれどもそれは単に
順番をつけてるだけであって、たとえ賞が取れなかった人としても、一生懸命練習してスピーチをしてあげて、この舞台に立って7分間のスピーチをするというのは非常に意味があることなんですね。決してその順位がつかなかったからといって敗者、負けた人ではありません。そして我々のように聴衆で聞いている人もたくさんの勉強を、また勇気をもらえるし、そういう意味でですね、コンテストというのは非常に意味のあることだと思います。これから順位の発表もありますけれども、決して今日賞がもらえなかった人も、あなたたちはルーザー、負けた人ではありませんので、そこは勇気を持っていただいて、そしてここにいる皆さんが次回のコンテストでまたこの舞台に立てるように、ぜひ各クラブの中で鍛錬してほしいなというふうに思います。本日はありがとうございました。そうですね、今日がこの舞台を立てて、コンテストを参加する人は本当に勇気もあって、賞をもらえるかもらえないは関係なし、いつでもね、トーストマスターの精神、トーストマスターの文化を前向き、一緒に頑張りましょうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして、感謝状の贈呈を行います。感謝状の贈呈をまた政策部の総監にお願いいたします。まず審査委員長代表として審査員の皆様の感謝状を贈呈します。ここに教育訓練の講師たちに感謝状を贈呈します。ありがとうございました。続きまして、役員の皆様に感謝状を贈呈します。受付の陳以上さん、羅婉仁さん、張泽さん、ピシーソーさんの大久尿さん、時間係の王金爵さん、陈碧霞さん、修平係の肖阿全さん、李丽英さん、黄淑荣さん、台中係の蔡空妹さん、韩淑さん、撮影の欧美卡さん、司会の権力ラン、こたびお戻りください。
まして、コンテストの出場者にの皆様に参加署名書を贈呈します。まず、論評コンテストの出場者の皆様に参加署名書を贈呈します。論評コンテストの出場者の皆様、講壇にお呼びください。
官黄俊嘉赏。还有第二位はタカさん。まず最初に時間オーバーによる失格者が1名いたことをお伝えいたします。はい、そしてじゃあ第3位から、研究さんお願いします。今ユモアスピーチコンテストの結果を発表します。第3位は第3位は陳美秀さんです。第2位は陳俊平さんです。林俊平さんです。ユーマンスピーチコンテスト10名の方が出場されました。で最優秀1位の方には斉藤さんから素敵なカメラのプレゼントもあります。第1位は誰ですか？林山宏さん。皆様、お疲れ様でした。
ストはスムーズに進行してきました。コンテスタントの方々は本当によく頑張りましたね。素晴らしい試合を見せていただきありがとうございました。この度、役割を務めていたスタッフや役員たち、ご苦労様でした。心より感謝の意を表します。皆のご出席とご協力に深くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。そして今晩の6時から晩餐会が開催いたします。懇親会と師匠もとてもすべきですよ。ごゆっくりとおくつろぎになり、晩餐会をお楽しみください。最後に皆様方の今後ますますのご健勝、ご活躍、お祈りを申し上げます。今日は誠にありがとうございました。以上です。ありがとうございました。本日は皆様のご協力で2011年秋季大会ユーモアスピーチコンテストおよび論評コンテストがスムーズに進行できました。どうも皆様ありがとうございました。これから記念撮影を行います。全員前にお集まりください。お前母さんお願いいたします。はいはいはい。じゃあ、嬉しい、嬉しい顔してください、皆さん。